誕生日ごとのあなたの運勢誕生日は特定の人の生まれた日あるいは毎年迎える誕生の記念日のこと。派生的に動物、物、サービスなどにも用いる場合がある。年月日のような年の部分をつけてある特定の人などの誕生の日を示すこともあれば、単に月日のみで記念日を示すこともある。前者の年月日の用法は、 生年月日と同義。一般に、人は誕生日を迎えると一切年齢を加えるものと考えられているが、法的な基準とは若干異なる。対義語は命日。日本などの先進国では、出生届の段階で生年月日を記録する制度が完備され、住民票や運転免許証などの公文書にも記載されるため、自分の誕生日や年齢を認識できる人は多いが、 誕生日と年齢の認識をあまり重要視していない国、文化圏もある。また、季節の差があまりない地域では、出生年の辞任が曖昧である人が多いこともある。中国では、古代には誕生日を祝う風習はなかった。寒物会やクリスマスと異なり孔子の誕生日を祝う風習はなく、そもそも孔子の誕生日が何月何日かということも、 孔子本人が著名人の子ではないこともあって定説がない。誕生日を祝う風習が中国で行われるようになったのは南北朝時代に北儀で皇帝の誕生日が祝われたのが記録に残る最古の例であるという。儒教では自分の誕生日は母親の命が危うくなった日という考え方があり、最根端5週122は子生まれて母危うくと知るし、高校者は 自分の誕生日を祝わないとする。サウジアラビアなどアラビア半島諸国やその他途上国では戸籍に青年月日を記録する制度が必ずしも完備されておらず、自分の青年月日や年齢を正確に把握できないまま成長する人が多い。このため、サウジアラビアのパスポートでは青年月日の記入は任意とされており、記載されていない人が大半である。 遊牧民はカレンダーを持たない生活が普通であり、今日が何月何日であるか把握しないで生活していることが普通であるため、誕生日や記念日といった習慣を持たない。ムアンマルアルカザーフィーなど遊牧民出身者の誕生日は本人や家族も把握していないため、書類上の項目を埋めるために適当な日付が書かれていることが珍しくない。 しばしば誕生日には家族によってこの日が祝福されている。また、知人、友人などが集まって誕生日会などが開かれることもある。日本では誕生日会において主品が座る長方形テーブルの短編側の一人分の席をお誕生日席、お誕生席と呼ぶことがある。この後は、それ以外の食事会などでも比喩として用いられることもある。 誕生日ケーキ誕生日の行事には様々な様式があるが、欧米風の一つの典型というのは、誕生日ケーキにろうそくを灯し、Happy Birthday to You の各国語のバージョンあるいは、それに類した歌を皆が歌い、皆が見守る中、誕生日を迎えた当人がろうそくを一気に吹き消し、ケーキを皆で食べるというものである。また稀まに当人には内緒で友人が集い突然現れ、 誕生日おめでとう。と祝うような遊び心に溢れたことが行われることもある。またその後プレゼントを渡された時その場で明け喜ぶ、顔を見せるなどして気分を盛り上げることが当事者の仕事である。また、日本の場合、高齢者が誕生日を迎えた際は地方公共団体から祝い品などが届く場合がある。特に長寿の場合には、 地方公共団体の長などが直接自宅を訪れ、祝福したり、広報や地域新聞などで報道されたりもする。世界各地に誕生日に行われることがある、様々な風習がある。例えば次のようなものである。一歳の誕生日に一生持ちを背負わせお祝いする、誕生日に込める意味や誕生日の思いについて言うと、例えば小さなこの親の側であれば、一般的に、 自分の子がその日まで無事生きてくれたことを祝う気持ちを込めて祝っている。聖者の誕生日について言えば、人々はその聖者がこの世界に誕生してくれたことに対する喜びや感謝の念を込めて祝っている。法的に万年齢が加算される日付は誕生日の前日である。例えば各月の1日生まれのものの万年齢が加算される日付は前月の末日である。すなわち、 4月1日が誕生日の満5歳の児童は3月31日に満6歳となり1月から3月末までに生まれた児童とともに早生まれとなり小学校の入学年度は4月2日生まれのものより1年度早い。日本の現行法では年齢は暦に従って計算すると定めるが暦には例目がなく1から日を数える。そこで年齢計算は 生後1日未満の時間は繰り上げて1日とし、出生日当日を1日目とする。つまり出生が、新夜中1分前でも、出生した日が1日目とされ、真夜中を過ぎると2日目となる。365日目の日付は、誕生日の前日であり、その終了は、誕生日の前日の24時である。さらに判例によると、日付を基準とする場合は時刻は考慮されず、 万年齢の加算は、誕生日前日の前期間に及ぶ。上の4月1日生まれで、万5歳の者の例では、3月31日の例、字を過ぎれば、万6歳となる。平年の場合、順年の2月29日に生まれた者には、誕生日は存在しない。ただ、法的に、万年齢は、上の通り誕生日の前日の例字に加齢されるため、平年、順年を問わず、 毎年2月28日レジに加齢されており、平年では法的にも一般的にも3月1日生まれのものと同時に加齢されることになる。その上で誕生日を基準に何かを定める場合、平年に誕生日は存在しないため、その前後の日のいずれかを誕生日とみなす必要が生じる。日本の法令では誕生日を有効期限、更新期限として定める。 隠し免許、資格において2月29日生まれのものについては平年の誕生日を2月28日とみなしている。ただし、これらの規定は当該法令で定める行政手続きの範囲についてのみ個別に2月28日とみなすだけである。2月29日生まれの者の,のみなし、誕生日を一律に2月28日とみなす統一的な法規定はない。世界の多くの国で 聖人や君主の誕生日にちなんだ祝日を設けている。なお、時の元首などの誕生日に応じて祝日が移動する国もある。クリスマスはイエス・キリストの誕生日とする習慣的な考え方は世界的に有名ではあるものの、実際には12月25日などは歴史的には後付けされた設定であることが分かっており、歴史資料にも聖書などの経典にも キリストの誕生日の記録はない。キリストと太陽神の考え方とが混交したり、両者が同一視された結果、当時の日あたりがそれに当てられたともされる。イスラム教では、預言者、ムハンマドの誕生日に関する記録は存在していない。エジプトで始まった預言者誕生祭の影響で、預言者の誕生日を祝うムスリムと、誕生日自体を否定する派に意見が分かれている。また、 国によっては預言者、ムハンマドの誕生日を祝うことを禁じる法律があり、廃教罪で死刑もあり得る。キリスト教の記念日は日付は一定だが、聖教会ではユリウス歴を使っているため、グレゴリオ歴を採用している地域より13日遅れとなる。共和制国家の多くは現任大統領の誕生日を国を挙げて祝うことはない。人が何人か集まった時、その中に、 誕生日が同じ人がいる確率が1により多いのは何人集まった時からかという問題。正解は23人である。感覚的な回答と数学的計算による回答が乖離するパラドックス問題の恒例とされる。ちなみに70人集まれば確率は99.9%を超える。ありがとうございます。